という禍々しき姿よ。これは闇竜シャムダか。お前も随分強くなったな。よし、行くぞ。はぐれるなよ。ここまで追い詰められてしまったか。残されているのはもう城のみですわ。ここを突破されたら世界中が。本当に最後の砦というわけですね。来た、みんな作戦通りに行くぞ。息子よ、この光の腕輪は我らが代々守ってきたもの。とても強い力を秘めた特別な腕輪なのだ。だがお前が真の勇気に目覚めぬ限り、腕輪の力もまた目覚めることはない。真の勇気とは恐怖に立ち向かう強き心、そして己の身に変えても大切なものを守ろうとする優しき心。
お前が真の勇気を持つ者ならば、きっと腕輪は応えてくれるだろう。パパ、僕、二人を守ったよ。ハミラ！やっぱりホミロンの冠が。やった、やったよ。僕、真の勇気を出せたんだ。光の腕輪が応えてくれたんだよ。ホミロン、すごいわ。ホミロン、お前は本当にすごいやつでです。あれを、シャムダの体を覆う闇が腕輪の光で弱まっていますわ。倒すなら今だな。作戦は、もう必要ない。あとは立ち向かうだけだ。負けない。勇気を持ってな。お前を倒して絶対に取り戻す。魔物の人が共に暮らすあの世界を。二人とも本当に強くなったな。守護者として誇りに思うぞ。さあ、このわしがついておる。持てる力を全て発揮するのじゃ。こういうのも仲間の絆っていうのも悪くないな。ガゼン燃えてきたでガス。ここで出会った大事な仲間のために一肌でも二肌でも脱ぐでガスよ。イガブレイク。
一押しあれば。皆さん、ご無事ですか？この通信、バトシエだわ。よかった、最終調整が間に合ったのね。これより、我々も一緒に戦います。世界に平和を取り戻しましょう。私たちも応援してます。どうか闇竜を倒し、世界を守ってください。我が一族も皆で祈りを捧げています。あなた方の勝利を願って。私も乗せてもらったわよ、この戦いの結末を見届けるためにね。聞こえましたか？他の町の方々も駆けつけています。ありがとう、みんな。頼もしい部下を持てたこと誇りに思うわ。それじゃ総員、砲撃準備。全弾惜しみなくぶっ放しなさい。はっ、お任せください。最後の作戦を言うぞ。ここまで来たら俺たちが取るべき作戦はたった一つだ。いいか、よく聞けよ。え、まさかまた長いやつ。いや、今までで一番シンプルさ。全力で世界を守り抜け。以上だ。了解。